カリムツムとの交流に、ここもあれか、料理を終わってってところか。いやー、うん、食った食った。やっぱりジャミルの作った料理は美味しいな。アズールたちに出くわすとは。上質な食材もアーも気前よくよくされて、見返りを要求されないよな。これが普段の屋内ってやつか。おお、ツーも楽しかったか。料理中ジャミルの動きに合わせて踊ったりしたもんな。腹もいっぱいになったし、ジャミル、もう一箇所付き合ってくれ。もう一箇所、カリムのお気に入る運動場。着いたぞツム。嬉しそう。別にでも運動じゃないよな、カリムは。まさか最後に来るのが運動場とは。わざわざツムに見せるものなんてないと思うが。いや、ちゃんとあるぜ。こいつに乗ればな。あ、絨毯か。久しぶりだ。元気してたか、絨毯。あ、嬉しそう。魔法の絨毯。いつの間に。ジャミルが料理を作ってる間に思いついてさ、寮の奴らに連れてきてもらったんだ。パシるな。ナチュラルにパシるな。ツム、こいつに乗ってくれ。ジャミルもな。空から学園を見せてやるぜ。あ、嬉しそう。積む用の絨毯とかもあんのかな。乗ったんか、乗ったんかな。よし、全員乗ったな。さあ出発だ。しっかり捕まってろよ。絨毯のどこ捕まってればいいんですかね、この場合って。どうだ積む、俺たちの学園でっかいだろ。あっちが植物園、その奥に見えるのがオンボロ寮だ。あ、オンボロ寮も紹介してくれる。俺たちは手前にある教舎から来たんだぜ。嬉しそう。落ちんなよ。いい景色だろ。この調子で学園を一周するぞ。学園を一周、結局学園を一周するのか。ま、徒歩で移動するよりは気苦労がなさそうだ。よしとするか。飛んだ飛んだ。見た、これさっき見た。急いなんて言い方する。ずいぶん急いだけどって言うのかな、わかんないや。いいやいいや、これで学園の紹介はできたな。どうだツム、楽しめたか。楽しめ、まあこれで楽しくないなんてことない。どうしたどうした、暴れんな、あんまり絨毯の上で。おお、踊り出すくらい楽しかったか。俺も嬉しいぜ。でもツム、気をつけろよ。こんな高さから落ちたら。あ、落ちてんだよもう。あ、セーフ。このジャミルもヒーとヒーと泣いてしまう。あ、二人して、よし、セーフ。そういうことか。身を乗り出したカリムに危ないってことか。ジャミルからしたらそれそうだよな。まったくズムはおっちょこちょいだな。言ってる場合か。ジャミルも俺を支えてくれてありがとな。うっかり滑りそうになっちまったよ。おっちょこちょいはお前もだ。まったく、お前は最後までハラハラさせられる。そろそろ地上に降りてくれ。わかった、よし進む、地上に戻るぞ。よかったね、すごいね、なんか大変だね。到着。降りるときは気をつけろよツム。あ、あ、乗ってる。かわいい、かわいいとかわいいが競合してる。ツム、今日は一日どうだった？あ、嬉しそう。すっごい嬉しいって。そうかそうか。俺もいい思い出ができたぜ。ジャミルも楽しめたか？まあ、そうだな。黙って寮を抜き出されるよりはだいぶマシだ。一回ヒヤッとしてるけどな。そうかそうか。みんな楽しめたみたいでよかった。それじゃあ、ツム、ジャミル、スカラビアに帰ろうぜ。ああ、なんかいい話で終わるわ、ここ。よかった。もう帰るんか。早いな。オンボルルやっぱボロボロなんだよな。どの世界線なんだろう。俺とグリムがいることが分かってるからな。かといって参照前って感じしないんだよな。まあ、いいか。この辺は。でもすっかり綺麗になっちゃったからさ、オンボルルってもう。オンボルじゃなくなっちゃったもんね。いいことだけど。本当に空に穴が開いてる。学園長の話通りですね。あそこからツムたちが帰るのか。寂しくなるな。寂しそう。気持ちはよくわかるよ、ロアドゥール。彼らとの時間は素敵なものだったからね。ええ、ツムと過ごすのは予想外のことがたくさん起きて大変素晴らしかったです。
残念だな。もっとツムの生態を観察したかったのに。あれ、みんな別れたがそうにしてるけど、ツムの世話が大変だったのは僕だけなのか。わしも楽しかったが、その様子じゃとデュースは随分振り回されたようじゃな。こんばんは。お前最後だけ出てくる。最初と最後しか出てこない学園長は。皆さんちゃんと全員集まっていますね。時間厳守とは関心関心。お前も時間取りに来い。ではそろそろツムたちの元の場所へ返しましょう。皆さん心残りがないようツムに挨拶をしてください。ツム本当に帰っちまうんだな。お前との時間はすごくすっごーく楽しかったぜ。いざ別れると思うと泣きそうだ。でも笑って送り出さなきゃな。もう一日でもうだいぶ仲良しになっちゃって、もうカリもツム来てくれてありがとう。お前に出会えてよかった。ずっと元気でいろよ。嬉しそう。あ、なんかここもかなりいい関係だったもんな。別れるのは寂しいが、湿っぽいのはこのまん。最後も明るくいくとしよう。ツムよ、お主の驚かしの腕はなかなかじゃった。おかげで愉快な一日じゃったぞ。達者でな。うん、ここもいい関係だったよな。あなたには苦労もかけられましたが、植物へ関心を抱く気持ちには共感できました。よろしければまた遊びに来てくださいね。その時はまた別の植物をお見せしますから。一回しかも裏切られてるからね。やられてるからな。ああ、この学園の美しいものをもっと紹介したかったのに。時が過ぎ去るのは早いものだ。だからこそ君と分かち合えた美しい一瞬一瞬を胸に刻むよ。共に過ごしてくれてありがとう。ここもずっと見てたからな、ビルのこと。ああ、まあもうデュースツムだけずっとこう。でもデュースっぽさもあるよな、ちょっとね。あ、こらツム、足元を走り回るな。まったく、お前は最後まで暴れるのか。元気なのはいいが、すぐ切れる癖はどうにかした方がいいと思うぞ。周りの人を悲しませないためにも。ブーメラン。なるほどね。本当にだからデュースそのままだよな、こっちも。あ、でも嬉しそうや。ねえ、帰るのはやめて、もう少し観察させてくれない？ダメなサインなんだこれ。ダメか、残念だな。でも今日は君や兄さんと遊べて楽しかったよ。一緒に飛んだこと君も忘れず記録しておいてね。あなたとは切磋琢磨しながら商売ができそうだと思ったのに、もう帰ってしまわれるとは残念です。あ、でも確かにそうだよな。ツムずっといたらずっと一緒に商売してそうだもんな、ここは。ま、気が向いたらいつでも僕の元へ来てください。その時はまたボードゲームでもしましょう。あ、もし来られるなら次は手土産など持参してくださると嬉しいです。すごいな、めっちゃ要求する。あなたの故郷にどんなものがあるのか興味があるので。興味はあるだろうな。僕この形のやついっぱいいますよとか言っても怖いもんね。怖いのかな。でもちょっとこの形で積むすげえよく作ったなってやつあるよね。アイアンマンとか。ツム型のまんじゅうとか持ってこられてもやだけどな。でもこんだけさ、キラキラ光っててさ、みんなわやわやさ、やってんのにさ、俺とグリム出てきてもいいじゃないの。他人に興味なさすぎじゃないか、この世界の俺とグリム。皆さん、お別れの挨拶済みましたかね。ツムたちを元の場所に返すお時間ですよ。では最後の思い出作りといきましょう。全員準備はいいですね。あ、みんなで明るく楽しく、ツムたちを送り出すぞ。リズミックか、忘れてたぜ。さあ、まあ一応2回目となるツムたちを見送ろうでなりますね。あ、グリムがいる。こいつね、いつの間にかいるんだよな。お前もツムみたいなもんだしな、グリムも。あ、なんかほれ、いろいろわちゃわちゃして。結構このメンツも濃いよな、今回のツムメンツも。あれ、オンブレラ綺麗じゃない。あれあれあれ、ああそう、ああ、まあまあここで綺麗なのは別に構わんだけど、どっちが本当か分かんなくなってくるな。こうなるといよいよなんかポン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 跳ねとる。で途中で、ああ、いたいたいた、いっちゃったいっちゃった、バイバーイっつって、あ、やべ。ちょっとバイバイ見てたらこなしてた。あ、そうだ、なんかこんなみんなくるくる回るエフェクトあったね、そういえばね。こんな感じで帰ってたね、そういえば。次が 8? 8
8人かな、8つむって言えばいいのかな、になるんだろうね多分。さあ元気よく帰ってったよ。じゃあな、一体お前らは何なんだろう、何者なんだろう、なんでこの世界に来るんだろう、あんまそういうこと考えちゃダメなんだろう。はい SS。 さあラストオンブレラつむ期間2。あれもしかしてこれボイスあるパターンのやつかな。お、つむたちが空へ登っていく、なんと美しい光景だろう。なんだか名残惜しいな、まだまだ遊び足りなかったのに。まあ一日だからな。ええ、せっかく学園内がツムでにぎわっていたのにこんなにすぐ帰ってしまうだなんて。前回も姿を現した翌日に帰っていたから想定内です。それよりもこれからのことを考えなければ。これから？今後1週間ほどは生徒の皆さんもツムのことを話題に出すでしょうから、はあ、新メニューを検討しましょう。ツムツムカフェすんな一人で。ツムをモチーフにした料理やスイーツを作れば集客力をしばらく維持できるかもしれません。まあ、なるだろうね。ツムの面倒を見ていたら何も手につかなかった。早く寮に帰って明日提出の宿題を終わらせないと。ツムたちの故郷ってどんな場所なんだろう。転移装置を作ったら会いに行けるかな。本当にやりそうだな。転移装置ぐらい簡単に作れるよとか言いそうだもんな。でもその場合ってやっぱミッキーとかがいる世界みたいな感じなのかな。装置が完成した暁にはわしも同行させてもらおう。まだ旅したことのない土地にたどり着けるかもしれん。未知の世界だよな。おいツム、また遊びに来てくれよな。俺たちはいつでも歓迎だ。もっと盛大な宴を開くから楽しみにしててくれ。あーなるほどね。ん、あそうか最後か。おもろいな、なんかやっぱで帰ってくと、逆戻しよ、もうオープニングの逆戻しよ。もうで今回もザ・エンドってことで次回に続くって感じですね。エンド見たよ。あ、マジカルキもらえた、やった。あ、称号つむして、はい、ありがとうございます。ということで、あ、上に乗った。コテ、ここのコテが可愛いよね。つむステッドワンダーランドパート2でした。なんかね、今回結構意気投合してるつむたちが多かった感じするかなって感じの。いやー、なんかね、まあ、どうせパート3がやると思うんですけど、これでやんなかったらびっくりするんだけどね。まあ、デュースのツムもやっぱ元ヤンなのかなとかさ、あのオルトのね、あの兄さんと一緒に空飛ぶことができて嬉しかったとか、リーヤツムなんてもうテロ。ジェードツムは一枚上手だったし、アズールツムはそっくりそのままだったし、カリムツムはなんか落ちるし。今回もはちゃめちゃなね、あルークツム言ってたよ俺。ルークツムはもうビルを紹介するし。おかしいな、全部おかしいもんね。ということで、まあ、パート3多分寮長あと3人残りのビルと、ビルのツム来たらルークどうなっちゃうんだろうね。次の話するけど。ツムツムの方でステッカーブックがやるみたいですね。僕は全然あのでなガチャ引いてないんでできないんですけど、ステッカーブックの方は。でもなんかまたイベントあるのかないのかみたいな感じですね。着々と追跡のキャラクターのツムがツムツムの方であの出てきたみたいなんで、もうね全員揃うの楽しみにしてますね。ちょっとリリアツムとかすげえ気になるから欲しいななんて思ってるところなんですけど、はい、ということで今回の、ようこそツムステツムセットワンダーランドパート2でした。で4月の27日にこのイベントが終わるので、きっと5月に新しいイベントもしくは7章チャプター3の配信が始まるかなと思います。じゃあその時までバイバイ。